こだわり。システム部では現在100社を超える企業にサービスを提供。独自の組織マネジメントでチームを運用し、どのエンジニアも一人にならないようにサポート体制を整えています。最初は確かに毎月1対1やるんだっていう風に感じたりもしたんですけど、前の現場がちょっとその勤務時間が多くなってしまうような現場で、すごい夜遅くまで対応するっていうことが長く続いたりして、でも働いている本人としてはすごいなんかなんとか頑張らなきゃっていうような気持ちでのめり込んでしまったんですけど、でもそれってのめり込むのが全てじゃないよねっていうようなことで、一旦落ち着いて他の現場に入って新しい技術を学ばせていただきながら仕事ができるっていったところで、すごくいい点だなと。営業の方がいい現場を選んでみるんです。例えばちゃんと自分でコーディングしてテストして設計もするような、じゃあまたやれること増えるよねっていう話で、そういう意味で自己成長できた部分はいっぱいあります。こだわりでは全社員の人生をより良いものにするため、それぞれに合ったキャリアアップをサポート。私が実際携わっているのが、まず社内プロジェクト、サーバーを自分たちで構築して、でそれに対してアプリケーションを載せてっていうようなことを今やっています。一から自分たちでやるっていうところって、そんなに多く経験できないところかなというふうに感じてまして、でそういったところをどんどん若手の人も積極的に場を設けていただけてるっていうところが、すごくいいところだなというふうに感じております。全員が一丸となって成長を求める風土は、それぞれの社員にとって魅力となっています。いろんな人とキャリア近くて、でなおかつ部活っていうのがいろいろあって、ゲーム部だったりラーメン部だったり相撲部っていうのができたらしいんですけど、今自分ゲーム部でやっていろいろ楽しくやってて、横のつながりも結構大きいんですよ。上司相談しにくいなってなったら、全然関係ない部署の人と相談して、お互いに救いの手を差し伸べて豊かになってるような会社なんで。世界の価値をこだわりが変える、この経営理念を貫きながら挑戦を続け、こだわりは日本を、そして世界を変えていく。株式会社こだわり。